ダンミハイバランは、モルダビアソビエト社会主義共和国、キシナウ出身のルーマニアのミュージシャン。2004年の恋のマイアヒで、世界中に大流行したオーゾーンの元メンバーであり、2006年からは、ソロプロジェクトのクレイジー、ループとして活動している。2005年にオーゾーンが解散した後、2006年にクレイジー、ループ名義で活動を開始した。2008年、クレイジー、 ループ名義でのファーストシングルであるミリママをリリースした。ミリママはルーマニアで1位を記録するも外国ではヒットしなかった。2010年において彼はアメリカ人のシンガーソングライターであるケイティ・ディシッコがフィーチャリングする形でシングルであるチーカ・ボムをリリースした。シングルチーカ・ボムはヨーロッパでヒットした。ロシアとギリシャでは1位を記録した。チーカ・ボムは オーゾーン解散以降において長年にわたって停滞していた彼の国際的キャリアにおける名実ともに最もヒットしたシングル曲となった。2018年9月12日、オーゾーンのヒット曲であるドラゴステアリンテイのリリース15周年を記念したアニバーサリーソングとしてヌマヌマにをリリースした。クレイジー・ループバイオグラフィー。2010年5月24日閲覧。 ありがとうございます。